35歳っていうのはもしかしたら一つのターニングポイントの可能性がある。これ35歳8ヶ月って一体何なんですか。いや358だよね。358は聖なる数字という、まあ僕らはもう小林正観チルドレンだからさ、はい、はい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 、小林正観チルドレンは3と5と8を大切にするというのが教えだからね。あ、はい、大悟、はい、ご覧ください。うん、すごいね、はい、これはね、はい、そっくりだよこれ。僕自身もそう思います。いや、こんなね、ジャニーさんは人形にしやすいよね。あ、本当ですか。うん、まあ僕も作ってもらったんだけどさ、なんかそっくりじゃないですか。髪型おしゃれじゃないですか。めっちゃすごいっすよ。だよ、僕のはですね、うん、メガネが2種類あるんですね。ああ、かっこいいよね。だからよくご覧になってるよね。本当に。素晴らしいよね。ありがとうございます。まさかね、はい、こうやってね、人形にしていただけるなんてね。はい、ジャニーさんなんかね、結構特徴あるからさ、しやすいと思うけど、ね、僕なんかも結構量産型ザクみたいな感じだから。いや、ちょっと。全然ザクじゃない。全然ザクじゃない。ちょっと待って。ちょっと近づけてくるの、ね、やめて。ハゲさせてチューさせ、空中でハゲさせてチューさせるのやめてください。はい、まあ行きましょう。本当にとんでもないコーナーですね。これ何なんですか、何なんですか。じゃあちょっと大王、YouTube、はい、YouTube、YouTube、はい、はい、入っていきますね。本当に、はい、よろしくお願いします。はい。大王、この今大阪の公演会場なんですけど、まあここの作者さんからこの人形をいただいて、僕にも質問いただいたんですよ。35歳って一体何のターニングポイントなんですか。うん、ああ、35歳のクリスマスだね。どういうことですか。あ、間違えたな、それ29歳だ。何なんですかそれ。29歳のクリスマス。何なんですか29歳は。29歳は一番クリスマスを楽しまなきゃいけないのが29歳っていうドラマがあったよね。そうなんですね、うん、まあそんなことはどうでもいいけど、35歳ってでも本当ね、はい、僕のターニングポイントも35歳、はい、僕もそうですね。僕も本当に切羽詰まってどうしようかなって思ったのが35歳だって。35歳まで本当つまんなかったもんね、人生がね。だよ、人生つまんなかったんですね。すごいつまんなかった。何のために生まれてきたのかっていうのは本当によく分かんなくて、どうしたらいいのかなってずっと思ってたし、まあでもちょっと諦めてたかな、うん、もう人生を、うん、だって人生の変え方分かんないんだもん。そうですね、誰も教えてくんないし。あ、そうですね、学校でも教えてくんないし。だってジャニーさんと僕が出会ったのも35ぐらいでしょ、はい、35ですね。35だよね、はい、その時はやっぱり人生の変え方も分かんなかったですし、うん、なんだろう、もう本当に真っ暗闇をがむしゃらに走ってる状態ですね。だって僕はね、本当ジャニーさんとね、はい、出会った時は結構ジャニーさんはもうなんか落ちてたもんね。あ、落ちてましたね。だいぶ落ちてたよね。はい、うん、そうですね。だから35歳ってなんか一つのターニングポイントかもしれないよね。 あると思います、あると思います。だって前のね、いつの動画だったかも喋ったと思うよ、35歳と8ヶ月っていうね、はい、そうです。だから35歳本当僕のターニングポイントだし、はい、僕は本当セガさんと出会ったの35歳8ヶ月だから。あ、だからめっちゃすごいっすね。だからジャニーさんも計算してみたらね、はい、もしかしたらなんか35歳8ヶ月になんか出会いがあったかもしれないしね。めっちゃ可能性あります、うん、今35歳の人は、うん、35歳で8ヶ月過ぎてなければ、うん、ワクワクしてたら絶対引き寄せると思うよ、35歳と8ヶ月そのタイミングで何か出会いがある、うん、絶対ある。だからまだ35歳と8ヶ月迎えてない人は、うん、はい、心の中で完結していくのが必要だから、はい、35歳と8ヶ月だから分かるじゃん、何月何日から何月何日までが35歳と8ヶ月って、そのゴールデンマンスリーがある。ゴールデンマンスありますね。だからそのゴールデンマンスリーにめっちゃ奇跡が起きるって今からワクワクしとくことだよね。いや、これめっちゃいいですね。だから引き寄せの法則はさ、本当単純で、不安、恐れ、ワクワクを引き寄せるって以上だよ。だから何を引き寄せるのかって自分の完全に趣味思考の問題になってくるから、はいはいはい、何を引き寄せたいのかだから、うん、そういった意味でさ、35歳と8ヶ月、もう8ヶ月になったら絶対面白いことがある、うんうん、すごい人と出会えるんだって、うん、そうですね、ワクワクして完結してれば絶対引き寄せられるから、だから35歳と8ヶ月未満の人は楽しみにしてたら絶対そういう人と出会いあると思うんだよね。絶対あると思います、うん、だから35歳ってなんか一つのターニングポイントだなと思うよね。35歳8ヶ月で出会った後からの人生でまるで大王みたいな人生を歩めるとしたらめっちゃ楽しみですね。いやー、本当楽しみだよね。だから、はい、ね、そんなことを事前に教えてくれてればね、もっと楽しかったなと思うけどね。楽しみにできたのに。そうですよね。でもまあね、誰も教えてくれないからしょうがないけど、はいはいはい、35歳っていうのはもしかしたら一つのターニングポイントの可能性がある。これ35歳8ヶ月って一体何なんですか。いや、358だよね。358は聖なる数字という、まあ僕らはもう小林正観チルドレンだからさ、はい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 、小林正観チルドレンは3と5と8を大切にするというのが教えだからね。あ、そうなんですね、うん、え、これどこかから正観先生
持ってきた話なんですけど。あ、そうだね。358って結構いろんなのがあって。はいはい。逸話があるんですか、ね、いや、逸話あるね。真弓もあるし、はい、逸話もあるし。真弓逸話はい、逸話。逸話の方は聞いてるんですけど、真弓の方は聞いてる。あ、真弓もあるよ。はい。真弓もあるんです。真弓もすごいある。真弓って何なんですか、それ。で、358っていうのは、結局。真弓って何なんですかあ、そうなの、ね、そう。真弓は、だから、うん。真弓っていう、はい。世の中には、はい。神話や逸話がいっぱいあるんだよ。あ、そうなんですね。いや、ちょっと、真弓の方は大丈夫。一回大丈夫です。もういいよ。はい。はい、これで、358っていうのは結局、はい、お釈迦様が悟りを開いたのは35歳と8ヶ月。お、そうなんですか。そうだよ。めっちゃすごいですね。うん。だってあと徳川将軍の中で有名なのが3代、5代、8代ってさ。それを言い出したら本当にキリがないぐらい3と5と8っていうのはいろんな言われがあるんだよね。はい、あ、そうなんですね。そう。だから僕ら小林正眼チルドレンはみんな車のナンバーを358にするんだよね。はい、なるほど。え、なんかあるんですか効果。いや、358にするとさ、はい、燃費が上がるんだよね。めっちゃすごいじゃないですか。ほう。だよ、今、ガソリンめっちゃ高いんですよ。ガソリン高いね。はい。残念ながら、本当にね、はい。最近街走ってると358よく見かけるけど。あ、見ますね。一回ヤフーのニュースで見たよ。なんで358が増えてるのかっていうね。だって、正眼先生亡くなられてからも増え続けてるじゃん。でも増え続けてるね。本も売れ続けてるしね。いや、すごいことですね。すごい勢いで、未だに本も売れてるしね。そうですね、そうですね。すごいよね。はい。亡くなってからもたくさん本出てるし、あれが誰書いてんのかなって不思議なんだけどね。いや、本当ですよね。うん。なんかペッパーくんみたいなのがいるんですかね。あ、いるだろうね、きっとね。はいはいはい、警部みたいなのもいるしね。ペッパー、警部、うん。どういうことですか。いやいや、わかんないけど、はい、そういう人いるらしいよ。あ、そうなんですね。うん、あ、そういう人がいるんですね、うん。なんか趣旨が外れてますよ。あ、そうですね、そうですね。元に戻った方がいいんじゃないですか。で、35歳8ヶ月、うん、何か出会いにワクワクするっていうこともそうなんですけど、うん、何か始めるとか、誰か仲間を作るとか。ね、仲間を作るというか、はい、やっぱり良き出会いだよね。だって僕らはこの地球に何しに来てるかって、良き仲間を作りに来てるわけだから、はい。あ、僕たちってそういう目的のために生まれ落ちてるんですか？そうだよ、良き仲間を作るためだよ。はいはいはい、そうなんですね。本当に大事。だって良き仲間いなかったら人生楽しくないでしょ。そうですね。うん、だからジャニーさんなんかほらね、はいはい、自分のプラットフォームがさ、本当にたくさんある中で、うん、ね、良き仲間がたくさんいるからさ、良き仲間がいる人っていうのは、うん、助けてくれるからさ、その良き仲間がさ、結局良き仲間って自分がどうにもならなくなった時にさ、困ったなと思った時にパッと後ろ振り返ったらさ、うん、自分のことを応援してくれる応援団がいるわけだから、はい、だからジャニーさんが今困ったとしてもパッと後ろ振り返ったらさ、もしかしたら一人ぐらいいるんだよ。あー、もうちょっといるんじゃないですかね今振り返ってみようと思ったら怖くて振り返れなかったんですね今。いやでもね、振り返ると大体織田裕二はいるよ。あ、そうなんですね。振り返ると織田裕二いる。織田裕二は石黒健もいるかもしれない。石黒健もいるんですね。仙道明穂もいるかもしれない。仙道明穂もいるんですね。え、何なんですかそのめっちゃ会ったことない、どなた様もどなた様も会ったことないんですよ。いや、だから本当に誰と出会って誰と過ごすのかっていうのが、はい、本当にターニングポイントが35歳だからはいはい、はい、この35歳の時に絶対にそういう出会いというのが、はい、来る人は来る。それは結局自分の、ね、うん、行動次第なんじゃないのか。自分の行動次第によってはそういう人がやっぱり引き寄せられてくるんじゃないのかなと思うよね。そうですね、うん、やっぱり新しい出会いをするためにはなんか変えないといけないですよね。やっぱね、はい、いい人戦略だよね。あ、いい人戦略。だっていい人じゃないと友達になりたくないでしょ、はい、なりたくないんですよ。嫌な人と友達になりたくないもん。絶対になりたくないですね。だからそのためにはやっぱりいい人にならないといけないよね、はい、そうですね、うん、いや本当ですよね。あれ、いい人戦略ってなんかすごい言葉の響きとしては良くないけど、うん、いい人戦略した当時は良くない人だけど、うん、いい人戦略してるうちに本当にいい人になるんだから、それをもうずっと自分はやり続けるんだって決めていけば、うん、はい、いつの日かいい人になってるから。いやー、いい人でいるとなんか月が回ってくる感じがするじゃないですか。この月っていうのは非常に面白い。この月は誰が運んでくるのかってことだよ。月は人しか運んでこないんだよ。いや、完全にそうですね。だから月は本当に人だけが運んでくるのが月だから、はい、誰と出会うのかが大事だし、はい、そういってやっぱね、良き仲間に出会うためには、うん、自分のエネルギーを高めておかないといけない、うん、だって自分の波動と合ってる人としか引き合わないんだから。ああ、そうですね。そうだから嫌な人は嫌な人とネットワークを組んでいくわけだから、はいはいはい、はい、いい人はいい人でチームを組むわけだから、はい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 、そしたらいい人と知り合いたいじゃない。いい人と知り合いたいし、優しい人と知り合いたいです。だからすごい宇宙の法則って面白いね。面白いですね。優しい人と出会いたい、はい、どうしたらいいの。優しくなるしかないじゃないですか。そうだよ、すごい単純でしょ。そうです、めっちゃシンプルですね。そうで、優しい人と出会いたいんだったら自分が優しくならなきゃいけないし、はい、すごい単純でしょ。え、じゃあ自分の目の前に出会う人が、うん、いや、この人めっちゃ愚痴言ってるぞと、うん、離れないと、
そうですよね、うん、すぐ離れないと今すぐこの環境にいると自分も下手したら合わせて行っちゃってる人とかいるじゃないですか。いるよ。誰だっけ、あの函館の新聞配達のお姉さんの名前忘れた、はい、美香さんですね。あ、美香さんね。函館の生娘、美香さん。函館の函館の美香さんなんかそうじゃない。はい、はい、そうですね。スーパーでさ、はい、周りの人たちがみんなね悪口言ってるからそれに自分も加わらなきゃいけなくて加わって悪口言っちゃってるけど、はい、隣のフライを上げてる人はそう言ってるみたいなんで、ね、だから離れなさいっていうの。そうですね。その輪に加わってどうすんだって話。そうですね。自分の波動下げてますもんね。だからもったいないじゃん、そういうの。そうですよね、うん、そういう場から離れる。であとは本当どういう人と出会いたいのかだよね、うん、だから簡単だよ。悪口ばっかり言っててみな、はい、悪口大好きな人が集まってくるから。いや、めっちゃ面白い。絶対でも行きたくないんですよ、そこ。みんな絶対笑顔の多い人たちと周りに囲まれたいと思ってるんで、うん、そう、笑顔に囲まれたいんだったら自分が笑顔を発していくことだよ。いや、そうですよね。だから全部順番逆なんだよ、はい、自分が投げかけるからそういう環境に自分が行けるわけであって、はいはいはい、はい、みんな待つじゃない。待ちます。あっても来ないから、はい、自分から投げかけていかないと。私いい人脈いないのって思って。あ、いるよ、そういう人いるんだ よ、ね、私の周りろくな人がいないって。それはあなたがろくな人じゃないから、ね、っていうことですよね。そうそうそう。いや、これめっちゃシンプルだし面白いですね。いや、本当シンプルなんだよね。だからそこに気がつけた人だけが人生を変えていけるんじゃないのかなと思うよね、はい、いや本当ですね、うん、だから気づいてあとは実践していけるかどうかだから、うん、めっちゃシンプルな理論ですね、うん、なのでいい仲間を作りたかったら、うん、自分自身の波動を変えていく。そうだね。自分自身が笑顔でいる、うん、幸せだなと思うっていうことが大切ってことですね。はい、はい、ぜひやっていただいて35歳8ヶ月を最高の出会いにしてほしいなって思います。ありがとうございます。動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そして LINE 公式アカウントも新しくなりましたので、あ、新しくなりましたので、よろしくお願いします。登録お願いします。チャンネル登録はここ楽しい。